幽変は正義感が強く、知的で勤勉、そして才能あふれるものだ。だが何事にも限度というものがある。やはり体が資本だ。そうそう、勝利っていつも理にかなったことを言うだろ。きっとお前の話なら聞き入れてくれるはずだ。俺が元王帝君なら彼女をいくらか説得できたと思うが、今の俺は一介の滑稽に過ぎない。自分の身分を考慮する必要がある。それに幽変と俺は親しい間柄というわけではない。急に説得を試みても不快を招くだけだろう。おい、じゃあどうするんだよ。直接ではなく切り口を変えてみるのはどうだ。彼女の心を動かすことのできる物語があればお前の伝えたい通りも伝わるだろう。日常生活などの些細なことでも共感を得ることはできる。親しい者の事柄であればより効果的だろう。どういう意味なんだ。旅人はやはり鋭いな。物語の素材を探してくるといい。お前が必要だと言うなら俺からも意見を述べよう。考えがまとまったらその物語をお前の口から幽変に伝えてみるといい。幽変はお前と友好な関係にある。人選で言えばお前が最適だろう。あ、分かったぞ。つまり国政のことを知ってる人に事情を聞けばいいんだな。じゃあ誰からにする。ここにいたのね。勝利さんもいらしてたのね。この前の操船儀式は勝利さんのおかげで助かったわ。些細なことを手伝ったまでだ。礼を言うほどのことではない。どうしたの？目が泳いでるみたいだけど、もしかして急に来たから君と勝利さんの話を邪魔しちゃったかしら。だとしたら悪いことをしたわね。国政はどうして急にオイラたちを探しに来たんだ。私がここに来たのは仙人の方々を紹介してほしいからなの。もうすぐ仮説を迎えるから、リーユエ七世を代表して仙人へ贈り物を届けようと思って。前に仙人たちと一緒に戦った時に国政も会ってるはずだろ。まあ知り合いなんだから直接絶雲の間に行けばいいと思うけど。会ったのはあの一度きりよ。私のことを覚えていないかもしれないわ。それに突然訪問したら心よく思われない可能性だってある。だから君たちに紹介してもらうのが最も礼儀正しい方法だと思ったの。直接贈り物を届けるだなんて、七星って大変なんだな。じゃあお願いね。私は戻って贈り物の用意をしてくるから。おめでたい日なのに私の用事に付き合わせてしまって本当に悪いわね。花火に遅れないためにも手早く済ませましょう。え、一緒に。いいわよ、用事を済ませたら一緒に行きましょう。勝利さんも今年の花火大会はとてもいい出来栄えだから見逃さないで。ああ、ぜひ見物させてもらおう。知らせてくれて感謝する。それじゃあ私は先に行くわね。旅人、準備が終わったら軍玉閣に来てちょうだい。ああ、行っちゃったな。
幽変はいつも物事を迅速に済ませる。実に頼りになるな。勝利も頼りになるぞ。そうだよな。そう言ってもらえて光栄だ。先ほど言ったことは二人とも心に銘じておいてくれ。十分な素材を見つけた後、またここで相談を受けよう。